なのもいいけど、変わり種も案外悪くないな。見直したぜ、ゴールデン明太子味。ほら、葵も食べてみろって。どれどれ。確かに美味しいね。だろ。何がゴールデンなの。さあ、わかんない。ゴールデン感はないかな。椿も食べる。私はいいわ。美味しいのに。お腹いっぱいになって眠くなったら映画に集中できないじゃない。っていうか、寝ても知らないわよ。その時はヒーローに起こしてもらうから。肝心のヒーローは。そういや、出て行ったきりだな。もうすぐ上映時間になるし、ちょっと探してくるよ。いや、私が行く。葵たちはここで待っててくれ。入れ違いで戻ってくるかもしれないしな。そうだね。分かった、頼んだよ、渚。うん。いたいた。おーい、ヒーロー。なあ、ヒーローってば。え、あ、渚ちゃん、どうかしたの。いや、それはこっちのセリフだって。なんかあったのか。ああ、今のところは大丈夫けど、念のために心を落ち着かせたいなって。ん？実は私、暗くて狭いところがちょっとだけ苦手なの。映画館くらいなら平気だと思うけど、意外とスクリーンの圧迫感があって。おいおい、そういうの先に言ってくれよ。葵たちに事情説明して一緒に外で待ってるか。ううん、そこまでしなくてもいいわ。さっきも言ったけど、今のところは大丈夫だから。それならいいんだけど。てか、今までそんな素振りなかったよな。箱は問題ないの。アルタエゴで慣れたから。最初こそダメだったんだけどね。葵くんやまさきさんがいたから。最近は渚ちゃんや椿ちゃんもいるし、外部の箱も平気になったのよ。みんなと一緒なら安心するっていうか、どんな場所でも平常心でいられるっていうか。そういうの渚ちゃんにもない。まあ、仲間がいるならってのはわかるかも。でしょ。だからきっと大丈夫よ。よし、じゃあ映画見ている間は私が手を握っててやるよ。ほら、こういうの安心するって言うだろ。心理学的にもなんかあるんじゃないのか。一応そういう説はあるけど。なんだよ。葵くんに似てきたわね。そうか。そうよ。ほら、そろそろ時間だし。と、そうだな。さっさと席に戻ろうぜ。ねえ、渚ちゃん。ん？ありがとう。これくらいなんてことないって。なんなら膝の上に乗るか。それはちょっと。ダメそうならいつでも言えよ。外に連れてってやるから。うん、分かってる。その時はお願いね。